Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。7時半です。天気予報はずっと曇りになってっからできるね。気温はそんな上がんなそうだけど、やりやすいかな。帰って、さあ起きますか。9時20分になったんでスタートです。一応ね、まあ今日も8時からオンラインにしてたんだけど、やっとなりましたね。まあその前に2回稲毛海岸側でなったんだけどね、稲毛のマックもなったか、稲毛のマックと稲毛海岸の中尾、両方ともドロップ先が稲毛だったんでやめときました。天気大丈夫なのかな。なんか東京の方がね、大雨で川が氾濫がどうのこうのってニュースやってたけど、こっちは今んとこ問題なさそうだけど、まあ昨日みたいに突然来るかもしれないしね。まあ1日1万円目指してやれるだけやりますか。とりあえずクエストが2日間で残り43なんで、ちょっと危ういっちゃ危うい。昨日ね、県民の日でちょっとした祭日感があったからなったかもしれないけど、今日は普通の平日だから今日はならないような気がするんだよね。大安でね、まあ最近その大安とか仏滅とかそういうのを見なくなったけど、今日は大安で娘が入籍するみたいなんで、まあ今日はね、会ったりはしないんだけど、普通の平日なんでね、娘たちも仕事なんで、今月末の週末かなんかになんかお祝いをして、次はそのうちね、落ち着いたらあげるとは思います。まあそこら辺はね、本人たちで決めることなんで。家をね、新築で買って建てたんで、そっちのお金が大変だろうからね、まあ式どこじゃないかもしれないけどね、まあとにかく頑張って楽しい未来にしてください。しょっぱなから飛ばしすぎてるから苦しまないように。やっぱ家建てるっていうのはそれぐらい大変なことだからね。これで子供なんてできちゃった日には、うちの娘の方が働けなくなって旦那の稼ぎだけでって感じになると余計辛そうだからね。
まあそこら辺考えて計画的にやってってくださいな。まあ俺はもうね、俺自身はもう適当に過ごしていくしかないけど、娘はね幸せになってくれるといいですね。だるいっていうか眠いっていうか、やっぱ1回ね、1回つうかまあ2回か、最近休みを入れたから体がだるくなっちゃったね。連続で働いてた方が楽、やっぱ休み始めちゃうとまた休みたくなるな。YouTube で見てなかったお子様プレートを最近また見始めたらハマってしまったな。ずっと見てんな、昨日も今日もお子様プレート。やっぱああいうほんわかなドッキリはいいよね。女の子たちの芸人も別に悪くはないけど、芸人で下品なこととか男みたいなお笑いを取ろうとするより、ああやって可愛い子たちがほんわかしたドッキリやる方を見てる方が女の子に向いてるような気がするけどな。出るモードかな。寝たんだけどな、ほんと寝てたいな。まだまだ2軒目がマクドナルドのテクノガーデンから浜田、3キロで400円ちょっと。行きましょう。今日は安いね、全部。お疲れ様です、ウバイツです。3軒目スターバックスのイオンから幕張さんかな、で400円ぐらい。
松野屋から幕張2と幕張5ダブル600円か700円ぐらい、多分600円台だな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。こういうのばっか食べてるからパワーが出ないんだな、なんかな。今一瞬鳴りやんでるから食べよう。雨降ってきてしまった。まだ大丈夫かな、この上だけだな、雨雲あるの。大雨じゃなきゃ。11時になったら止まっちゃったな。いやー、あんまりいいのが来ないけどもうしょうがないか。ケンタッキーから幕張西で4キロで480円ぐらい、6軒目。もうちょっと美味しい案件を待ってたんだけどね。今にも降りそう。天気悪い。ここね、ここの一時停止のところによく右か左に警察がいますんで、皆さん気をつけましょう。まあどっちにしてもね、もう一時停止は必ず絶対止まった方がいいです。一時停止を見逃さないように。お疲れ様です、ウーバーイーツです。ダブルになりましたね。幕張1が追加されて100円プラス100円のダブルです。行かなくてもいいんだけど、まあ件数稼ぎのためにやってきますか。クエストもまだ一応ギリギリ取れるかもしれないから。いやー、今日は本当安いね。平均が300円台だわ。今日は今のところひどい。8軒目ヤローラーメンから幕張5、お疲れ様です、ウーバーイーツです。9軒目ぐんちゃんから若葉で390円ぐらい。今日の単価は本当安いな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。が毎回4キロ以上で平均300円台はきついよな。安すぎるわ。昨日までは500円以上あったからね。ウーバーイーツです。11軒目が、杉玉から満たせ3キロちょっとかな。で500何十円か。あ、やっとだんだん値段が上がってきたよ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。12軒目かな。ベローチェから本郷の3キロちょっとで450円ぐらい。お疲れ様です、ウーバーイーツです。13軒目ラリグラスから幕張の4 397円。また下がってきちゃった。グラスダブルになりましたね。すごい安い。2つで500円ぐらいじゃない、これ。もういいや、行きますか、クエスト取るために。ウーバーイーツです。2件分2つになった。
うん、2つ。もう一個マトン。競馬場見つけたな。ここにしよう、日陰だし。サンチャヤから、千葉市だ。千葉市しか書いてない。2.7 キロって書いてあったな。417円。行きましょう。お疲れ様です。いたせだった。ラッキーラッキー。結構いいペースで15件まで来たからな。あと8件で昨日の3マイナス3件を取り戻せんな。いい。郵便番号と確認ボタンを押してください。あとはまた夕立とか来なきゃいいかな。ずっと雨降りそうな暗さだから。16軒目ロッテリアから浜田。飲み物もないし、いいね。3キロちょっと。お疲れ様です。ウーバーイーツで。昨日車が寄せてきた時よりビビったわ。ビビった。お客さんのね、部屋の前の廊下を歩いてたらね、お客さんのちょうど家の隣の家かな、家のガスメーターのとこからいきなり鳥が飛び立った。目の前をここをブーンって。ああ絶対、ああ何かと思って、うって声出ちゃったもんね。焦った。恐怖症なんだ。眠い。17かな。ナオズチーズバーからなにわ 3.8 キロぐらい、490円ぐらいですね。飲み物なかったから行きましょう。ここも飲み物あったらちょっと怖いからね。お疲れ様です。ウーバーイーツです。ついにならなくなってしまった。めめい。めめいよ。娘から今、今日入籍したよって連絡が来ました。感慨深いね。名字何になったんだろう。
涙が止まらない。案外寂しいもんだね。おめでたいんだけどね。ああやっとなった。1時間ぐらいだなって。やべ、1時間ぐらいなんなかったっつうかね。なる場所を、行きたい場所がなかった。今マックの用がどうなったんで行きます。ちょっとね、ウェットティッシュで顔と手を洗ってから行きます。涙が止まらない。まさかこんなになるとは思わなかった。配達する感じになっちゃう。いやー参ったね。行きますか。サングラスしてった方がいいな、これ目が。すいませんね、こういう映像を撮るつもりじゃなかったんですけど、まあこんなの一生に一度しかないから、せっかくだから撮っときますわ。ほんと深呼吸してないと涙出てきちゃう。別のこと考えないと。いやまさかこんなになるとは思わなかったね。まあよくあるね、結婚式でね、なんか手紙とか読まれてっていうのはあるかもしれないけど、特に俺のところはね、片親っていうか俺だけだからね、父親、母親がね娘にはいないから、余計来るものがある。いやーこんなになるとは思わなかったな。令和スタイルだな、普通にショートメッセージで入籍したっていう連絡が来て、令和スタイルだわ。まあ昨日の夜からね、明日そうするっていうのはね聞いてたんだけどね、直接そうやって連絡来るとね、来るものがある。フラッシュバックするわ、この21年間が。お疲れ様です、ウーバーイーツです。19軒目スタ丼から幕張の5、いくらだったかちょっと見に忘れちゃった。お疲れ様です、ウーバーイーツです。20軒目、ラリブラスからケミガーの2で400円くらいかな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。お、今日謎のアメクエ出てるんだ。金額入ってたな、50円。今ね、届けた後にお客さんから電話来て、ここ違う、ここ違うって片言で言われて、まあ外人さんだけどね。いやもう今更無理ですね。そもそもそこにピン打って、そこのマンションで部屋、その部屋の番号があってって、何も違和感なくそこに置いちゃったけど、もうそこにピン打っちゃったら、ちょっとした違和感でもない限り、例えばその部屋の番号がないとかね、じゃなきゃもうそこだと思って置いちゃうよ。外人さんには悪いけど、外人さんしかもバットつけてきたからね。まあついてないっちゃついてないけど、
でももうそこにピン打っちゃってそこに部屋番号あったらもう無理だよ。普通にそこだって思うよ。ましてやね、表札に名前なんて書いてないからね。してらんないな。極力ね、もうお客さんに迷惑かけないようにね、ちゃんとやってあげたいけど、このウーバーのシステムでね、もうそこにピン打っちゃって、そこにその建物があったりとかしたらね、もう買わせないよね。外人さんほとんどピンちゃんと打てないからね。現在地でやっちゃうパターンが多いのかな。それで近くの建物にピンが刺さっちゃって、まあしゃあない。21軒目マックのテクノガーデンから、マクハリー4。お疲れ様です。ウーバーイーツです。ウーバーイーツです。22軒目が釣り肉ライス専門店かなからマカリオン。お疲れ様です。ウーバーイーツです。23軒目、マクドナルドテクノガーデンから打たせ、550円ぐらいかな。あー、なんとか23いった。なんかね、嬉しいような寂しいような夜だから夜な夜なやってますけど、今9時、もうすぐ9時半ぐらいになる感じかな。不思議な夜だ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。9時38分でアメクエが2段階が残り1なんだよね。粘ろっかな。400円か500円もらえるかな。なんか喪失感なのかな、まさかこんな時間までウーバーやってると。久しぶりだね、こんな時間まで働くの。あと1軒になってくれたら気持ちよく帰れるのにな。まあね、一瞬寂しくなるけど、いずれね、犬と孫ができたら、家族が増えるって思って楽しみにしてましょう。いやー、なんかほんと寂しいですね。苗字なくなっちゃうのか。なんでアメクエの2段階は取れず、まあしょうがない。ただ昨日ね、17で雨降って終わっちゃったから、今日23取れたんで、なんとかね2日間で40いきました。で明日20取れば、とりあえずフェースト60は取れる。いやー疲れたな。途中ね、ちょっと本当いろいろあってね、
まあ、映像にはしないんですけど、まあ、いい勉強になりました。まあ、娘のあれとは別にね、娘の、入籍とは別にね、途中 Uber の配達のことでいろいろあったんですよ。それでちょっと金額もね変わってるんですけど、まあ実質今日表示上1万3000いくらになってるんですけど、1万700円、今1万1000円ぐらいですね、今日23件で。いやちょっとね、もうサポートがひどすぎちゃってね、まあサポートも判断は難しいとは思うんですけど、現場で直接喋ってるわけじゃないから。いや疲れたな。12時40分、動画作り終わりました。もうずっとね動画の中で眠い眠いってるぐらいなんでね、早く寝ちゃいましょう。書き出してる間も寝ちゃいましょう。アップはね、まあ明日の朝なんとか間に合うでしょう。それではお疲れ様でした。おやすみなさい。もう一人のね娘と一緒に寝ます。ラグちゃん寝よ。そっち向いてないで。